コーディング始めました。はい、それでは、えっ、ー、と、今日は十一回目でしたっけ十一回目の授業を始めたいと思います。今日は、えっ、ー、と、空間曲線の、えっ、ー、と、曲率と、例率を求める、ねじれ率を求める、 公式を導いていてきますもう最初に言ってしまいますけどこの公式さえ知っておけば実は今までの理論っていうのは知らなくても計算はできます与えられた式からねだから逆に応用要するに例えばこのねあの例えばあ <laughs> の橋を 吊り橋をかけようとなんかちょっとつらい句ですけど吊り橋をかけようとした時に紐がどんだけたわんでるのかね,ど,ねどんだけこう、ね、あのこのも木材あ木材、ねてね、あの柱が歪んでいるのかとかいうのはまあその公式さえ知っておけば実は理論は知らなくても計算できちゃうわけですね。ですか,だから、えーと。次回ね あの演習をするときにはその公式を使って微分をガンガンしてその公式に放り込めばその演習はできてしまいます。ね、それで、まあ、今回はねコロナ禍ということでそういうものを何,何通か出してくれたら単位が出るということなので、ね、頑張って演習してくださいね。さあではでも数学科だからその公式がどうやって出ね導出されたのかやっぱし知っておいた方がいい。 のでまあその過程でいろいろやったことを使いますから復習にもなります。ですかでは空間曲線 CT を考えましょう。T は区間の与えられた区間の,、ね、あのでから取ってきた変数です。でまあ誇張パラメータ表示されてたらそれは楽なんだけど。 普表示された空間のまあ正則なあれですねあの平面曲線の演習問題で生則じゃない点が4つあるのを出してしまってましたけどねアステロイドだったっけねみんなのあれじゃないあのアステロイドみたいなのはさあの 高校数学でとか、ちょっとマニアのす、ね、学生とかが好きそうだからと思って選んだんだけど、よくよく見たらとんがっているところがあったので、あれはダメだと思って、とんがってないところで曲率を求めてくださいというふうに、後で訂正をしましたので、そっちの方をやってみてください、ねで。今回は空間曲線です。で空間曲線は、まあ、空間の中にこうやって曲線がありましたと、ねで。パラメーターの空間があって、ここ ここからここまでを i としときましょうか。でそこから t というのを取ったら、ここからここに、これはもちろん r3 だよ、こんな感、ね、こっちは r なわけだ。で、これが i なわけだね。こういう c という写、ね、像があって t というのが飛んできたら、ここにこうやって ct というのがあるわけですね。いいですか。で、えー、っと、 これをあの誇張パラメータ表示に直すためには、こういうパラメータ空間での座標変換を考えればよかった。ね、じゃあ、これをもうちょっとここ、こっから、じゃちょっと長めにこう取って、この空間を J としておきましょう、ねで。こちらの誇張パラメータ表示されたら、実はこのパラメータ のインターバルとこの曲線の長さが実は同じになってたりします。ね、で、こっからここへの写像なんだ。で、えーと、これはこの J から I に座標変換をして C を、ね、あの施したもの。ね、だから、まあ、こちらのパラメータを S にしましょう。 で s を、s が t に飛んでったとしましょう。だから t は、じゃあこの,あの授業では、パラメータ、いっちゃったパラメータの表記と、それを決めるパラメータ変化の写像を同じに書いてました。だから t、写像 t によって s を飛ばしたものが t、すなわち ts だよと、ね、しましょう。ね、そうすると、これ第8項で、 8回目でやったと思うんですけど、第8回目で、えっと、の授業ノートの2ページ目の連磨でパラメーター表示があ,あだ、誇張パラメーター表示に変換できるということは保証されてましたね。 パラメータ変化を今 T って書いてあるね T これは俯間 J から I ゲンは S から TS で、これをまあ t って省略しちゃっているわけです。ね。適切なパラメータ変化。で、まあ、なおかつ、えっと、これ、なんていうの結局は、漢字としてはね、ここが、例えば、こ、こから、ここまでが今、j にして、んで、こから、 ここまでが i にしたら i から j への適切なこういう変換があるっていうわけね。だからここで、ちょっとこれなんかガクガクしてるからよくない。滑らかにしておこう ここで s を決めれば、こうか、t が決まると。ね。いうような、こういう変換があればいいわけね。で、今これ、傾きどこでも正だとしていいよね。まあ、負だったら、まあ、向きを変える感じだけど、負だったら、こう、右、ね、単調増加の方を取ればいいわけだから、ここで、えっと、これ、パラメータ変換。 パラメータ変換が取れて、が、が、えっと、が取れて、t を s に施してからさらに c を行う。すなわち、ね、えっと、こう、こういく感じで、ね、こういく感じ。t、まる、c。それが、 この新たに出てきたこっち側のシあえっと、これ、あれ、遅すぎた。いすいません。シーチルダ。っていうものが得られるわけだね。ね。取れて、うんと、あ、もちろん よいしょ、よいしょ、これはシーチルダーとしようね。シーチル l d e s か。ねえー、s はる区間、J の、ね、こいつは誇張パラメータ表示にできました。 今こっちでちょっと絵で描いたけど、傾きはいつでも正。だから、これで、ここでかな。じゃあ今言った。こうこう,でうんと、t という関数を s という変数で、ね、あの、微分したときには、いつでも正になってると仮定してよいと。 これはその第8回目の2ページのレンマの証明を見れば出てきてます。だけど証明は省略ってしてます。それは空間曲線、平面曲線の時と証明一緒なんですね。なので実は平面曲線の方の積分を使ってこれ定義するわけですけど、ね、あのそこでやっぱしこんな過程をしてよいという理由をちゃんと述べてますので、そこまた見てください。まあずね グラフィカルに見れば、ね、こちら右、右上のに上がっていく、このね、こんなような関数を考えてるんだよということです。で、えー、と、い。で、なおかつ、えー、っとね、そう、あの教科書参考書を買ってくれた人が、ちょっと質問をくれましたけど、いろいろ、ね、表記がなんかおかしいところもあるので、えー、っと、参考書では、 あれこうってどうでした参考書。では、なぜか C マル T を C と表してます。んですけど、まあ、わかりにくいので、てるが。わかりにくいので、 C チルダーと、ね。C チルまあ、C マル T を C チルダーと書いてるわけで C チルダーと書きます。書くと。ちょっとこれ分かりにくいな。えっとここ、いいですかなんか教科書は、これも C って書いちゃったよね。まあ、実際にはね、だって、T やって C やって、この空間の中にこの曲線ができてるわけよ。 でそれが実はシーチルダーなんだから実はできちゃったものは同じ曲線なのでシーチルダーって書かないでシーチルダーをシーってまた書いちゃってもそれはいいとは思うんだけどちょっと正確ではないよね。うん、もしかしたらあのあでもそうね最近またそういう、ね、質問とかあったのでこれはあれだねあのいっぱい売れてる本だけどあの毎回毎回その版が増刷されることにごとに語彰は直って言ってるんですけどここは直してないようですね。 前もそうだったけど今日もいっぱい出てきます物理学の表記ですがえー、っと微分をドットと表しましょうっていうのは変数が今 t と s がありますからね t による微分をドットつまりね dt DFDT はこんなふうに書きましょう。ね、それから S による微分はダッシュね。d t d, d f これが S な。のかちょっと変関数が一緒なのよくないな。G にするか g の s、こうね。こ,この時は g's と書きますよ。ね。で、まあ、煩雑さを避けるというだけです。では、今日はね、レンマを3つ使いますので、1個目を a としましょう。レンマ a は、 E1 S, S です。ね。だから、誇張パラメータ表示に直したものを、これ、1回微分したものですよね。ね。だから、まあ、ちょっと待って、証明、これでちょっと出てくるから、今、これは復習も兼ねてるんで、ね。これは、誇張パラメータ表示された曲線を S で微分したものが、 これが、これが E1S でした。ね。で、これが実は、イコール C を T で微分したもの,のを正規化した大きさで割りました。に等しくなってるよと。あ、そうなのと。 なんでじゃあ誇張パラメータ表示とかしなくたって誇張パラメータ表示された曲線の節ベクトルねはこうやって求めることができるんだということがまずこの補題の言ってるところです、ね、誇張パラメータ表示まできっちり直さなくても説ベクトルは誇張パラメータ表示された曲線の節ベクトルは元の曲線から直接こうやって求めることができます、ね、じゃあこれ,、ねえっと、これなのでこれをじゃあ どどんどん変形ししていいくしかないよねこれはもともとの意味はダッシュは S で微分するでした。S で微分するでした。で C で S っていうのはこれはあれだあの SS、ー、はえっとあいやいや待ってよこれはそそ間違えたこれは CC チルダーっていうのはこうだよね。 こうかなこうだよね。なので、うんと、これちょっと、これは合成関数の微分だよね。だから、えっと、はじ、まだこうやって書いた方が分かりやすいこうなってて、こうなってんだよ。こうなってるかなあ、もう一個いるか。ね。だから、まず C っていうのを、の変数は T で、 t は s によって決まってる。だから c を t で微分しなくちゃいけない。ここは合成関数の微分で、まあ、イコールむしろあれか横長だからそのまま続けちゃおうか。ね、どう始め、なんで微分をするかって言ったら、これは c を t で微分しといて t は s の関数だから、 t を s で微分するんだね。ねであ、これを今まであのここでの表記に直すと、えっ、ー、と、c を t で微分したものはドットで書くんだね。ちょっとこっちは先に書こう。dt の ds 習慣でここの括弧 s は省略します。で、c ドット。 ね。そういうところがあれでね。見直してて。なんで S つけ,つけてもいいよ。別につけてもいいけど、ね、S はまあ省略してます。どうしよう。<laughs> ここは。かっ S は。後で、こうやって書いておいた方が楽なんですね。省略して書いてますよ。はい。うん、もうねと。 そうするとだ、だいぶ似てきたねっていうのは、ここにシードットがある。ここもードット。ね。ああ、出てきたと。ね。もうちょっとだなと。なんかく黒いの、ちょっとあれですね。なんか悪い魔法を使ったみたいなので、黄色にしておきましょう。はい。で、えっと、じゃこれ後で使うので、1番。ね。で、ということは、 すぐわかることは、えー、っと、まあ、あとさ、その大きさで割ってるよね。だから、やっぱ大きさかなんかを調べておきましょう。今わかるのは、こっちのチルダの S で微分したやつの大きさというのは、ね、あ、こいつをの大きさだと。DT、DS は、これ、カッ T があったとしても、なんだかんだ言っても実数ですから、実数の大きさは、 ね、絶対値。で、なおかつ、こちらがダッシュしてるのはベクトルですから、ベクトルの大きさは、ね、ノルムということで、日本線で書いておきましょう。こうなりますね。ねそれで、えー、っと、気をつけてください。これの大きさは1ですよ。なぜならば、S に直ってるっていうことは、誇張パラメータ表示になってんだ。だから、誇張パラメータ表示。 にしたら、接ベクトルの大きさは1です。それが実は定義ですね。誇張、あ誇張ベクトル、誇張、パラメータ表示、なので,で、右辺は右辺は、失礼。 DTDS っていうのは、ここで出てきてます。DTDS。今、正と仮定しています。ね。だから、ここでちゃんとこれ、負にしておいたら負のまま証明をすればいいんだけど、正か負か分かんなかったりしたら、これは0ってことはないんだよ。ね。あのそうすると、0っていうと、ずっと、ね、同じ値で止まらなくなって、1点になっちゃいますからね。潰れてしまいますから。 ね、で、負だったら負でせあのずっと証明すればいいんだけど、ね、あのどっちかわ分からないままにしておくと、バあやしなくちゃいけないんで、ここで正と仮定したわけです。なんで、ここはそのまま正なので、絶対値を取って D T と、dt、ds で、これはこうですね、だから、ここからこれで絶対値が取れているのは、 どうしよう。えっ、ー、と、よいしょ。こ,これを星印かなくましょうかな。ね、星印よりと。ね。となります。それで、えっ、ー、と、そうすると、そこで、ゆえに、ゆえに、ね、えっ、ー、と、こいつ、こいつは、 これはそのまま、えっと、えっと、これは DTDS の、これ全然一,一番上での式だよね。こうなので、DTDS はこの式から、こうだよね。高例分の1かける、こうですよね。 そしたら求めたいものになりましたよね。証明終わりというわけです。ただの式変形だね。いいですか。まあ、1個ですかこうしておきましょうか。はい。じゃあ、レンマ1個目できました。これ後で使うので、えー、っと、この式1番にして、で、これも後で使うと思いますから、この式を2番にしておきましょう。ちょっと画面ちっちゃかったね。ついつい行く。 それで、えっと、次、レンマ B。あと、で、公式を出してくるために、あだから、公式ではさ、結局ね、ね、あの、全部、誇張パラメータ表示に直さないで、一般パラメータで、曲率を求めたい。だから、誇張パラメータ表示されたときの、説ベクトルを、 今ね、一般パラメータで表した。じゃあ今度は、そいつを微分したものを使ってましたよね、E2 で,で。これを E2 をももも求めるためには E1 を S で微分するわけだけど、誇張パラメータ表示にわざわざ式を直してから計算せずとも、 一般パラメータでこれは与えることができる。それがこの式です。だんだんちょっとごつくなってきますが、C ドットの t の二乗分の1かけ C2 回ドット、これ、F、t で2回微分してます。引くことの C ドットの t の 4乗分の C ドット T 内積 C2 ドット。ね。微分したら、曲線微分したら、ベクトル2回微分しても向きは変わりますけど、ベクトル。で、だからベクトル同士の内積。で、内積、内積で分母実数になっている。分子も実数。なので、それに今度はこのベクトルをかけておくと。こんな感じで。 ね、左辺は誇張パラメータ表示されたものだけど右辺は一般パラメータ表示されたものです。ね、これは E2 に相当するわけだね。これのこいつを大きさで割ったものが E2 なんだけど、ね、E2 を与えるものだ。で、これも、まあ、巧みな式変形です。えっと、さっき求めた2番から。 t と t は本当は s の関数なわけ、ね、dtds は c.t 分の1でした。そうですよね。2番の式ね。えっ、ー、と、dtds に、イコールに直したわけです。で、えー、ということは、えっ、ー、と、じゃこれをもう一回 s で微分してみます。そこで ua に、 d2t の ds2 は d の ds で dtds ですよね。ということなので、で、ここでちょっとパズルっぽいんだけど、えっと、t っていうのはこれ今、ts のことでしたよね。なので、これは、えっと、えっと、 ううううううえっと DTDS の D の DT の DTDS です大丈夫ですかするとこれは上の式を使って C t 分の1かける。D. の D. T. の。で、ここはまた上の式を使って。C. ドット T. の大きさ分の1です。こうですね。いいですか。ここら辺、今の一行目の式の変形、分かった、ここ分子が D. T. になってて。この分,分子って言っちゃう、分数じゃないんだけど。 ね、まるでここをこう約分したらこっちの式になるよね。これは微分作用素の性質でまるで分数のように扱えるっていうのは微積で習ったじゃないだから、ね、ここをこれ t っていうのはね t を変数だと今度思って t でこの微分しているわけです。ね、いいですかでこれをさらに式変形する。ここはもうテクニカルなのでこれ,これを変形するとこうなります。 求めたい形が出てきますここからこれはテクニカルなので参考書の知りたい人は94ページのアスタリスクあのフットノートね脚注を参照してください。 もしかしたら、あれだ、僕の持ってるのは初版本みたいなやつだから、あの、後で改訂されてページが変わってたりするかもしれませんけど、あの、同じレンマの照明が載ってますからあの、探してみてください。で、あ、なんか形出てきた。で、それで、じゃあ、もうちょっと、うんと、1番、1番、これね、やりましたね、1番より、 C t ルダを2回 S で微分したものは D2T の DS2 の C ドットの T たす今度は C, の方を C ドットの方をもう1回 S で微分ですよね。 1一番,一番の式、これね、積の微分だと思って、この部分ですね、ちょっと。この部分を先に t で微分して、こいつはそのまま、同じように、ね、こいつはそのままで、こいつをもう一回 s で微分してるわけです。で、すると、うんと、ここで、 こんなのが出てきましたね。c ドットの t を s で微分してます。これちゃんと書けば s で微分する。数学科だったらこう書いてほしいよね。であ、こうやって書くとなんか分かってくる。で、これではさっきのね、微分作用素のこの分数みたいに扱えるやつを使って、こう書いてもいいよなこう。これでこうしていいよな。 っていうことは、これは、えっと、DTDS は、は、ほっといて、えっと、こいつを C を T で2回微分した。こういうことだってことがわかるよね。あ,あ、なので、結局は、えっと、えっと、どうしよう、この式、星2つにしとく。星2つ、イコール、これは、んと、 d2t の ds2 の c.t はそのまま。で、この、このダッシュのね、s で微分したところにこれが入るわけだから、dtds が2つになるよね。これ、事情の c.t と。ね。しておこう。これ、後で使うから3番。ね。で、よいしょ。 えー、ということは、えー、っと、今求めたい E1 ダッシュの S というのは C チルダーを、C チルダー S を2回微分、S に2回微分したんだね、うん。うまいよねいい。1回微分したら E1 が出てくるだから、それでもう1回 S に微分してるわけだ。なので、これは、えー、っと、えー、っと、 よいしょ2回微分したものは今ここで求めたわけだよね。あここ,こいつだよねと。そしたらこれとこれだよね。ほいでえっとこの部分この部分はここでわざわざ計算してるよ。なのでどうしようこれも使ってたね。これで3番24番逆転しちゃったけど3番と4番を使って うん、ここからこれは3番と4番よりねえとまずえっとこいつ僕みたいにおっちょこちょいな人はこうやってコピペができてとっても楽でいつも前も言ったかもしれないけど <laughs> 写し間違えて,てあの点にならなかったです <laughs> ね。ねそれで c.t で、ほんで、ほんで、こいつだよね。まあでもね、今でも入手はあれだよな。一生懸命手書きだもんな。こうですね。はい。で、えー、っと、あ、だからこれは、あ、そっか、これは、このままじゃダメか。これは、あ、こいつだよ。うんだから、あと、 あと、この部分だね。これはどうしよう。あまりこんなで番号を振るのもあれだけど。じゃあ4ダッシュにしようか。4ダッシュ。4ダッシュも使おう。4ダッシュも使うと、ここが、ここが、まあ、引っかかる。ね。ここが、こいつに変わるんだね。コピー。 こ,うだね、こいつがこれに変わってこれに代わってちょうどあれだよね録画してるわけだからこういう編集画面も途中で見れるわけだからもう結果だけでいいかなこうなるわけだねこれで証明が終わってるでしょねちょっと逆転してますけどねいいですかこれで証明が終わりというわけですさああと最後のレンマ C これをやって で全部合体させたら公式になります。レンマシは当然のことながら、今度は e3 をといきたいところだけど、さっきは e1 をね b s で微分したもの。じゃあ e2 ね e2s っていうのはその e1 を s で微分したものをその大きさで割ったものですけど、これは 実はそれを計算するとこんな形になってますよと。ラムダー t って新しく出てきた表記です。かける c2 ドットの t プラス μt っていうのも新たに出てきた表記です。c1 ドットの t で、ここでラムダー t っていうのが、これはごついよ。えっと、こうね。 あと、ドットをちゃんと、なんか、ドット t の事情を引く、えっと、c ドット t 内積 c2 ドット t の2乗分の c ドット t の大きさはごついと。ごついからわざわざね、ラムダとミュートを控えたんだなと。これがそのまま入ってるとね、 見ただけでやまっちゃうもんね。で、これで、えっと、分母のここは一緒。それは嬉しいね。コピーできた。あ、もうちょっとだからコピーするときするものは丁寧に書いておきゃよかったね。コピーで。で、これにね、えっと、C.t がかかっていて、分子の方は C.t 内積 C2.t。 T ですこんな感じになってるんだなと。だけど、まあ、大切なことは、まあ、公式だから本当の形も大切なんですけど、ね、E2S 誇張パラメータ表示された基本ベクトルの一つ同標高の基本ベクトルの一つが実はあの通常パラメータで表されてる、ね、それも1回微分と接ベクトルと、ね、方,方線ベクトルの、まあ、線形は。 で書かれている。その線形和の係数のところも、ね、実は t にディペンドしていて、こういうすざまじい式になっているんだというわけね。で、これは、うんと、証明はもう計算すればいいだけです。レンマ B から、うんと、E1 のダッシュの S, S の大きさはもう分かっていたね。これは、えっと、あ、ここでやってるわけでしょ上で、ここでやってるわけね。これをコピーして、よいしょ。こいつの大きさだと。確かレンマ、レンマ B の主張はこっちが先に書いてあったっけこっちが先に書いてあって、こっちが前に書いてあったんだよね。 こうかなこれのうんと大きさなわけですね。それで、だから、えっと、えー、っと、これを、えー、っと、あれだね、のじ事情だな。ごめん、事情は。だから、これもう一生懸命展開するわけだ。展開してみましょう。途中式も省いて、そうすると、まあここはね、分母が。 二乗されて2回微分の2回微分同士をかけるベクトルをかけるからやっぱ大きさになって2乗の引き算することのでここからはまあ計算した結果を書くけ,けど2かけるシード分の c.t の乗分の c.t の6乗分の c.t の ないせき、しつどと t の2乗プラスこれはつまじけどこいつね、c どと t の八乗だね、乗の2乗になったわけだ。そんでしどと t 内積 c 2けしつ t の2乗 であとこのベクトルの c.t の大きさの事情ってなってます。それでもってこれは、えー、っと、えー、っと、これを、うんと、通分するしかないですね。へーって感じですけど、通分して計算すると、これは、実は、ここまでまとまります。 c.t の6乗分の c2.t の2乗かける c 2 t の2乗。うん。引く、えっと、c.t 内積 c2.t の2乗ですね。 よしね、これ、<laughs> これ、これ、3ドットに見えちゃってるな。これあかんこうですね。はい。で、そうすると、ということは、よって、事情を取りましょう。よって、e、E1 のダッシュの S の大きさというのは、1個上のこの式のルートです。ね。 6乗のルートは3乗だよね。だから、分母は、えっと、C と T の3乗で、これもルートとしておいて、こいつを入れるしかないよね。よいしょ、コピー。ちょっと、誰かな、入らない。ペーストにして、ちょっとちっちゃくして、お、便利。ね、便利ですね、これね。で、 ということは、ここまで計算できました。で、知りたいのは何だったかっていうと、ね、この E2 です。E2 です。ね、E2 のそもそもの定義っていうのは、何でしたか ?E2 のそもそもの定義は E1 を一回、もう一回 S で微分して、それをその大きさで割るんだよね。というものでした。そしたら、 えっと今これね1個上の式を見てくださいこいつはこれですよこれなわけねで E'S っていうのは連マ B を見てください E'S はこれだよねこいつをこいつをこの大きさで割るんだよ ね。あ、ということは、えっと、これとかこれが出てくるわけね。で、係数を、こいつで割るんだ。ね。ごついけど、それが、これだよ。だって、こいつがこれになってるでしょ。こいつがこれになってるでしょ。で、この係数を、 これで割ったものがこいつだよ。うわと。ね。ごつと。ね。もう一回、だから、あ、そうなのねと。なので、これは、計算すると、ラムダ t かけ c2 ドット t プラスミュ t かけ c ドット t だよと。ね。こからこれは、えっと、 レンマ8と、じゃあこれを、今いくつまで一った1 2じ。じゃ五5レンマ8と5より、こうなります。これで証明終わりというわけ。ね、さあ、これで最後の公式です。これらの公式を使うと、まあ、定理にと口加工をついて、公式だからちょっとね、定理っていうとなんかあれだけど、 なんだいろいろ。あ何これあ、ちょっと待だこれ申し訳ない。<laughs> ないなんだはい。えっと。定理、えっと。まず、ね。実は、極率で、ね、空間曲線の極率は C.t の えー、大きさの3乗分のルート、こいつです。えっ、ー、と、さっきのやつね。一応書こうか。あんまコピピピばっかしてると。コピピばっかしてると、あれ間違ってるといけないので。ちょっと待ってね。なんか、これあれだよね。五色だよね、俺。ここさ、ごめんね。これ一個微分だわ。ごめん、間違えてる。 ここと、ここね。これ1個微分だね。こうね。でこっちは大丈夫だねで。ここで間違えてました。で、これ1個微分で、えっと、えっと、t の大きさの事情をかける c2 ドットの t の大きさの事情を引く c ドット t 内積 c2 ドット t の事情と。こうなります。ああ、出てきました。ね。えっ、ー、と、まあ、あれですね。えっ、ー、と、極率はこういうふうに表すことができます。右辺を見てください。空間、ね。全部、 T で書かれてますすなわち何か式で空間曲線が与えられたらこいつに放り込めば式はめんどくさいかもしれないけど1回微分と2回微分をちゃんと計算して大きさを求めたりそれらの内積を求めたりして割り算すればこ式が出てくるんです。証明値やっとこうねもう簡単な簡単中か。 定理の、これ、まず1番。で、証明ですが、定理の、これ、いけど、セオレムを、これ訳しておくね。セオレムの1番の証明ですが、これは、 第10項の前回の講義ノートの5ページのプロポジションの3でやったんだけど、まず、曲率ですね。曲率は、これは誇張パラメータ表示にしようが、あの、普通の一般パラメータであろうが、曲線自体は変わっていません。 ここが CT で書いたり、これは C チルダー S で書いたとしても、これは同じような、ここの曲がり方は変わってないので、ここの曲率はっていったときには、S で書こうか T で書こうが一緒でした。で、あの前回の、ね、この5ページのプロポジション3では、誇張パラメータ表示されていたら、実は、 誇張パラメータ表示された節ベクトルを使って曲率は与えることができるということが分かってたわけね。こうでしたと。ね。なので、これは今一生懸命計算してきたものだと。左辺は誇張パラメータ表示だったけど、 レンマ B とかレンマ C では右辺は全部 t でしたね。左辺は s です。変数うということは、それを放り込めばいいんだ。こ,う、ね、これがやりたかったのねと、なんで今まであのレンマで5条書き直しているのかということは、ここで分かったと思いますが、ここからこれは C ドット、もう、か t が書くとさ、 大変なので、かっこ t はちょっと省略するよ。大切なとこだけどね。パラあのやっと、ね、変数がさ、s から t に変わって一番大切なとこだけど、長いから押して、ね、変数書かないとこれだけ書くのが楽になります、ね。これ内積、ね。で、かける c ドット。こう、ね、内積、ね。で、ラムダ c、c ドットプラスミューの C ドットねここは変数 t は省略してますよこうなりますあとはこれ式をほどくしかない 解くとシードットの大きさをかけるでラムダとかミュウをの式に変えるわけだねで,でまあそうするとこうなってこうあじゃない引き算それからシードットの四乗分のシードット内積シーツードットの事情ラムダプラス c ードット 内積 C ドットを C ドットの大きさで割って μ 引く C ドットの二乗分の C ドット内積 C2 ドット μ それでこれを C のドットの四乗でくくって分のラムダでくくってみましょう。 そして残ったものとかを全部足したりして C2 ドットの事情をそれから C ドットの事情を引く C ドット内積 C2 ドットの2乗かなで、括弧を閉じた。そうすると、これはそのままラムダをラムダっていうのを代入してみるとこいつになります。これが。 求め,られ求める、ね、ものです。なので、証明終わりというわけですね。はい。だから実は今度出すレポートでやってもらいたいのは、これ、この公式に、ね、代入して、一生懸命計算をしてみよう。で、極率でした。で、連率も同じことやります。で、だけど、もうしんどいので、結果だけ、ねじれ率は2番目。 このね、与えられた曲線の一般パラメータ表示された曲線の例率ねじれ率は、前回の10回目で、えっと、デターミナント出てきました。えっとね、ちょっと見てみましょうか。えっと、ノートを1回終了するには、えっと、こうして、こうして、あ、違うか。で、こうか。10回目、10回目で、えっと、あ あこれあちょっと見つけられないですね。あ、ここ、ここ、ここ。10回目の、あれあれ,あれえどこ消えちゃった今。あ、これだ。ね。あのー、これですわお。デターミナント作る。ね。要するに基本ベクトル。要するにポチョパラメータ表示して、同標高を作ったときのこ、ね。 それらを E1 と E2 と E2 を微分したものを並べて行列にしたもののデターミナントとして、行列式としてねじれ率を表すこと。もちろんここ、これでもいいんだけど、ねで、これ使います。これ使うと、これ使って今まで計算したものを代入すると、例率は、さっきのやつは誇張パラメータ表示だったけど、一般パラメータ表示でデターミナントで、 C を、要するに接ベクトル、それからそれをもう一回微分した直行するベクトル、それからそれをもう一回微分してください、ね。t で微分したものを列ベクトルだと思って3つに並べて行列にしてデターミナントにしてみましょうで。それをこんなもので割ったもの。c.t の 2乗ちょっとドットがちっちゃいと書いてるのか書いてないのかわかんないかもしれなっち C2 ドット T の2乗から CT 内積 C2 ドットの T の2乗と書けます。いいですかね。これ、証明は これもまた、あれだね、各自で、またあ、あれだ、追加レポート、点がいっぱい欲しい人のために、追加レポートの選択問題の一つとして、これも各自でやってみましょうというわけですね。はい、これだけの公式、この2つの公式を知っておけば、次の練習問題はできますので、 練習問題を解いててまたアップロードしてください、えっと、計算がすさまじいです。なので、あの例えばその間ね、自分で一回計算するのはいいけど、もう嫌になってきたら、例えばマセマティカ使えるんじゃないかしら。ね、マ,セあマセマティカは自分で使えるんだから、この前あの紹介したウルフラムアルファとかね、そういうでウルフラムアルファでここまでの公式を ちょっとあもしかしたら曲率あるかもしれない、例率はないかな。あのだけど、まああの、それぞれ微分するのなんかはできると思いますから、電卓なんかも使って構わないです。ね、そういう電卓中かその、ソフトウェアを使って、検算してみるのもいいでしょう。ね、でレポートは、まあ、でも間違っている場合もあるかもしれないですけど、一生懸命やって解いてアップロードしてください。でまああ,のあれだなあの 問題に誤植があったら遠慮せずに先生これ違ってますよとかねあの言ってくださいそしたらまた訂正しますのでねはいそんなとこですねはい今日はこれぐらいなんですが大丈夫でしょうかえっ、ー、とよいしょはい、ね、じゃあえっ、ー、と次回はえっ、ー、と演習にしないであのそのまま局面論に入っていきますねで あの、あれだね、ちょうど、あのー、なんだっけ、OpenLMS。あ、ちょっと待ってくださいね。えっと、OpenLMS を開いて、えっと、ちょっと共有してみましょうか。うえっと、えっと、これね。で、えっと、例えば、ですよね。そうすると、今、こう、 前回の演習の時は演習会は1回入りました。で今回は次回はもうすぐに空間曲線になるんですけど1回演習が入ってあのだけどそれは授業,になり、ま、授業で演習はやりません。いいですか一応こういう演習の表示は出ます。だけどそれは11とカウントしないで11.5ぐらいにしときますからね11.5は演習ですとって問題 ダウンロードしてください。できたらアップロードしてください。というところをついて、次は12回、空間曲線。あじゃなかった、えっと、空間の曲面に入っていく予定です、はい。では、そんなところで、今日はこれで終わりにしたいと思います。何か、えっと、質問とかあの、授業以外のことでもいいですけど、いいですよ。あの何でもあの質問してください。できるだけあのち,ゃちゃんと答えていきたいと思います。では、これで終わります。 じゃあまた。